皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、部屋を作成いたしまして、着色する応用編について学んでいきました。今回なんですけども、ビューテンプレートを利用する方法について学んでいきたいというふうに思っております。今まで作った色だったりハッチングだったりの表現方法をですね、テンプレート化して他のビューに反映させるというやり方を勉強していきます。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、前回まで作った1階の着色1っていうビューだったり、着色2だったりっていうビューをですね、2階の方へ反映するやり方を学んでいくんですけども、2階がですね、まだちょっと下準備ができておりませんので、2階の下準備を整えるところからやっていきたいというふうに思います。はい、それではですね、2階平面図のビューに行きたいと思います。縮尺はですね、100分の1で作業していきます。2階平面図のビューでございます。今までのですね、ちょっとおさらいも兼ねてですね、ちょっと復習ということで整えていきたいと思います。まずはですね、はい、外光の表現がですね、含まれておりますので、はい、こちらですね、アンダーレイのところ、下書きがですね、1階になってますので、なしを選んであげたいと思います。適用していきます。はい、そうするとですね、1階の情報、外光の情報が消えました。そしてですね、さらに通り芯、作っていきたいと思います。これはですね、1階平面小サイズクリックいたしまして、この寸法ですね、コピーしていきたいと思います。はい、まずはですね、全部囲ってですね、はい、フィルターをします。チェック解除します。そして寸法のところだけチェック入れて適用して OK です。そうすると寸法だけ選択した状態、この状態でコントロールコピーでコピーします。次に貼り付けの方に行って、はい、こちらですね、選択したビューに位置合わせ、こちらをクリックします。はい、こちらのボックスでどこのビューに反映させますかということで、平面図、2階平面図の方を選択して OK を押してあげます。そうするとですね、2階平面図に戻った時に、はい、きちっとこのような形でですね、寸法が反映されているということでございます。はい、この辺はですね、ちょっと文字が重なってますので、動かして解消していきたいと思います。はい、このような形ですね。はい、続きまして部屋をですね、作成していきます。こちらはですね、前回のおさらいになります。建築タブの部屋、こちらクリックいたします。そしてまずここに1つ、そしてここに2つ、はい、そしてですね、こちらも前回のおさらいです。部屋境界というものがございます。こちらをクリックいたしまして、はい、ここの手すりのラインなんですけどね、この手すりのラインでここで1個作ります。そしてですね、さらにね、この階段室もね、ちょっと作っていこうと、階段を一応名前を付けてあげようということでございます。はい、同じく建築タブの部屋、そして階段のところで1個クリックいたします。そしてさらに部屋境界で、今度はですね、この階段のラインをですね、ちょっとこのような形でなぞっていきます。はい、はい、このような形で閉じてあげます。そうするとですね、この部屋を選択した時にですね、はい、このような形で階段だけの部屋を作ることができました。はい、続きましてですね、文字を変更していきたいと思います。この部屋のところ2回クリックして、こちら階段と打ち込んでいきます。はい、同じくこちらの部屋、名前をつけていきました。そして階段はですね、文字が重なっておりますので、クリックして、はい、この十字のところですね、動かしていくんですけども、引き出し線のところ、プロパティでチェック入れて、はい、この状態で動かしていきます。はい、そうするとですね、この枠の外に出すことができます。そしてさらにですね、前回ちょっと私、分からなかったんですけど、ここクリックすることで、はい、このような形で引き出し線をね、折ることができます。こうまっすぐにしてあげて、うん、いいですね。はい、この状態でですね、下書きの完成というふうにしたいと思います。それでは続きまして、ビューテンプレートを作成していきたいと思います。はい、それではですね、この1階平面図着色1っていうのと着色2、こちらをですね、テンプレート化して2階の方へ反映させたいんですけども、その前にですね、2階平面図を右クリックしてですね、ビューを複製していきます。はい、じゃあこちらをですね、名前を変更していきます。はい、このような形で2階平面図着色1のビューを作りました。さらにコピーしていきます。そして名前を変えていきます。はい、このような形で2階平面図をコピーして着色1、着色2を作りました。それではですね、1階平面の着色1を2階平面に反映、そして1階平面の着色2を2階平面の着色2に反映したいと思います。はい、それではですね、ビューテンプレートを作成していくんですけども、まずは作成したいビューを開きます。ダブルクリックで開いてあげます。そうするとですね、この壁が黒くなっていたりとか、あとテナントが緑になっていたりとか、この辺の状況をテンプレート化していきます。やり方はですね、まず表示タブ、
そして左側ビューテンプレート、こちらをクリックいたします。その中にですね、現在のビューからテンプレートを作成というコマンドがございます。こちらをクリックいたします。ここでですね、ビューテンプレートに名前を付けてあげます。例えば、はい、このような名前を付けて OK を押してあげます。そうするとですね、この左側にですね、平面図括弧着色位置ということで、ビューテンプレートが作成されました。でここですね、内容をいじることができるんですけども、例えばですね、ビューのスケールは100分の1ですよね。でこの状況をテンプレートに含めますかどうですかっていうのを、このチェックを外したり外さなかったりで設定することができます。他にもですね、まあいろいろ詳細レベルとかね、いろいろ選べるんですけども、この V/G っていうのはですね、前回勉強した表示グラフィックスのことです。 ここのことですね、表示グラフィックス、ここの設定、これをですね、編集ボタンをちょっと押してみたいと思います。そうするとですね、はい、今壁のところがですね、黒くなっていると思いますけども、それはですね、今開いているビューなんですね。この状況が今反映されてますよという状況です。まあ、他にもですね、プロジェクトの北だったり、まあいろいろ選ぶことができて、この辺をですね、このチェックで調整をいたします。この内容でテンプレートが OK であれば OK を押していきたいと思います。今の設定ですでにね、この平面図着色位置、この状況のテンプレートを作成することができました。続きまして着色2の方もね、やっていきたいと思います。まずテンプレート化したいビューを開きます。その次に表示タブのビューテンプレート、そして現在のビューからテンプレート作成で、名前をですね、今度は平面図括弧着色2というふうに名前をつけて OK を押していきます。そうするとここにですね、新しくテンプレート作成されますので、内容を確認してですね、こちらはですね、表示グラフィックスのところまた確認していきたいと思います。ここではですね、フィルターの方ですね、はい、前回作成しました RC は3本ライン、トイレは緑の塗りつぶし、 LGS は斜めの赤いハッチング、この状況になっていることを確認しまして、この状況で良ければですね、 OK をしてテンプレートを作成していきます。はい、以上で簡単にテンプレートを作成することができました。続きまして、先ほど作成したビューテンプレートをですね、2階に反映するということをやっていきたいと思います。はい、反映のやり方もですね、非常に簡単でして、まずは2階平面図着色位置のビューを開いてあげます。その状態でプロパティのところにですね、はい、こちら識別情報のところにビューテンプレートという項目がございます。今はですね、なしになっているんですけども、こちらを1回クリックしてあげます。そうするとですね、先ほどのビューテンプレートのボックスが立ち上がります。ここですね、着色位置を選んであげまして、適用して OK です。このやり方で簡単にですね、はい、このようにですね、壁が黒くなりましたね。ビューテンプレートを反映することができます。でこれはですね、どのような状況かと言いますと、まあこの視覚的なね、この色もそうなんですけども、例えばですね、このスケールのところもですね、ビュースケール100分の1、ここもクリックしてもね、もう変更できないんですよね。それから詳細レベル、今簡略になってますけども、こちらもクリックしても反映することができない。カラースキームのところもね、テナント別になってますけど変更することができない。これはどういうことかというと、先ほどですね、このビューテンプレートの、ビューテンプレート管理というものが一番下にあるんですけども、はい、こちら着色位置のところですね、ここにレチェックを入れてますよね。テンプレートのところに、例えばビュースケール100分の1のところにレチェックを入れてます。それから詳細レベルのところ、簡略ってなってるところ、レチェックを入れてます。このようにレチェックが入ってたら、このテンプレートを適用しているということなので、もう変更ができないということなんですね。ここに反映されております。はい、続きまして2階平面図着色2の方もですね、同様にテンプレートを反映していきたいと思います。まず着色2の平面図を開きます。そしてプロパティのところ、ビューテンプレートのところ、なしってなってるところをクリックいたしまして、平面図着色2を選択してあげます。そして適用して OK です。はい、そうするとですね、コンクリートはこのように3本ライン、それからですね、 LGS の壁はこのように2本の赤いハッチング、そしてですね、プロパティのところを見てもですね、ビューのスケールももうこれ変更ができないという形で、はい、ここですね、ビューテンプレートを適用した状況になっております。続きまして、ビューテンプレートを編集する方法を勉強していきたいと思います。ビューテンプレートの修正なんですけども、修正することができます。表示タブの左側、ビューテンプレートのボタンをクリックしまして、一番下ですね、ビューテンプレート管理がございます。こちらをクリックいたします。そしてですね、修正したいところをクリックいたしまして、そしてこの中身をね、編集していきます。例えばですね、分かりやすいところでいくと、表示グラフィックスはモデルに優先ということで、こちら編集のところをクリックしますね。で今はですね、この着色位置のテンプレートはですね、はい、こちら黒色で塗りつぶしになっております。これをクリックしてですね、例えばじゃあ赤色にして OK を押していきたいと思います。赤色に修正いたしました。そして適用して OK です。で OK を押します。はい、そうするとですね、2
2階平面図の着色位置に戻ります。そうすると、はい、このようにですね、赤色に着色されております。ここはですね、ビューテンプレートが平面図かっこ着色位置が適用されているのでですね、このように赤色になっているわけでございます。先ほどの変更が適用されたという状態になります。はい、そしてですね、ちょっと補足になるんですけども、今このビューテンプレートをですね、設定したんですけども、これを解除するやり方があります。それはですね、同じくこちらをクリックいたしまして、ここにですね、なしっていうのがあるんですね。このなしを選択してあげて、適用して OK を押すということですね、元に戻るというふうに一応書いてあるんですけども、実際ね、やってみるとね、なんかちょっと戻らないんですよね。これはですね、ちょっと困ったなということで、まあ、いつでもこう変更できてですね、テンプレートをこう適用して、でいつでも戻すことができるっていうことだったら非常にありがたいんですけども、このなしにしたとしてもですね、元に戻らないということがあるので、これちょっとね、なんかいいやり方があったらぜひちょっと教えていただきたいなというふうに思うんですけども、まあこれは私なりのですね、解決策というか案なんですけども、まあこういうやり方かなということがちょっと私の中でありますので、ご紹介したいと思います。それはですね、まあ、なしにしても元に戻らないということであれば、はじめにですね、デフォルトのビューテンプレートを作ってあげるっていうことが考えられますね。例えば2階の平面図、ダブルクリックします。そうするとこの状態ではですね、何も設定していないわけです。この表示グラフィックスですね、表示グラフィックスのところもですね、特に何もですね、特別なことはしておりません。フィルターの方も特に何もないと。この状態をですね、1回ビューテンプレートを作ってあげます。現在のビューからテンプレート作成、そしてですね、ここにです、例えばですね、平面図デフォルトみたいな形で名前をつけてあげて OK と。はい、そうすることで左側ですね、平面図デフォルトのビューテンプレートを作成しました。そして内容はですね、別にこのまま何も設定してないわけですから、このまま OK を押してあげます。まあ、こういうふうにですね、デフォルトの状況を1回テンプレートにしとくとですね、例えば着色位置の方に戻りますね。今これ赤になっちゃってますけど、元に戻したいなと思った時に、はい、こちらですね、ビューテンプレートのところを1回このデフォルトを選択してあげて適用して OK というふうな形にすることで元に戻るわけなんですね。でこの状態でもいいんですけど、この状態だと、はい、先ほどのですね、ビュースケール100分の1とかね、この辺レチェックが入ってたところもこれ修正できませんので、この状態に戻した状態でビューテンプレートをクリックしてなし、そして適用して OK というふうにするとですね、はい、先ほどの赤いハッチングが消えた状態、そしてですね、ビュースケールも別にこれ変更できますしっていう元の状態に戻すことができると。これはですね、完全に私の一つの案なので、まあもっといいやり方ね、ありそうかなという感じもしますので、ぜひね、いい方法あれば教えていただければというふうに思います。はい、そしてですね、最後もう一つだけ補足がございます。それはですね、この左下のところですね、これ一時的なビュープロパティというものがございます。こちらをですね、クリックしたいと思います。そうするとですね、一時ビューのプロパティを有効化というものが出てきます。これをですね、例えばクリックいたします。そうするとですね、一時的なビュープロパティというものが立ち上がります。この状態で例えばですね、表示グラフィックスの方でですね、前回と同じようにですね、壁のところ優先、こちらハッチングしてですね、例えば色をですね、オレンジとか選んでですね、 OK にしたいと思います。まあ、こういう感じで適当に選んだといたします。そうすると、まあ当然こういう形でオレンジになるわけなんですけども、先ほどと同じようにですね、この下の一時的なビュープロパティ、こちらをクリックしてですね、ビュープロパティを復元というものがございます。これをクリックすると、はい、元に戻るわけですね。あくまで一時的にそういう設定をしたいというふうな時はですね、この下の一時的なビュープロパティを利用するといいということでございます。もう一度やっていきたいと思います。クリックいたします。次ね、2段目、テンプレートプロパティを一時的に適用ということで、こちらクリックしてみますね。そうすると、ビューテンプレートを一時的にしようということで、例えば着色2、着色1、こう選んでですね、適用して OK ですね。そうすると、はい、このような形で着色1のビューテンプレートが適用されているわけでございます。なんですけども、また下のですね、一時的なビュープロパティのコマンドから、ビュープロパティを復元というものを押すとですね、はい、元に戻るということでございます。まあ、一時的にですね、色をこう変更して作図をしやすくしたりとか、そういったことができるみたいなので、覚えていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、ビューテンプレートを利用する方法を学んでいきました。これまでですね、平面図の着色だったり、ハッチングだったり、表現方法について学んでいったわけなんですけども、次回からはですね、集計表と図面シートを作成する方法について学んでいきたいというふうに思っております。その第1回目としてはですね、次回は部屋の面積を集計する方法、
こちらについて学んでいきたいというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。